先ほど言いました左足左足を継がないで打突するということを今今というか私はもう小さい時からポイントに置いておりますけどもじゃあ左足を継がない方法はどうするかということになりますけどもそれはもうす、えー、り足から踏み込み足から基本の基本をやるということがベースですけどもじゃあ今の皆さんにどういうふうな えー、左足の引き継ぎをなくす方法をということになった場合には、えー、まず第一に考えられるのがしないしないを持って相手と稽古をやるそういう、えー、状況になったら意識をして左足をついつい引きつけてしまいますので私が考えている方法はまずしないを持たずにそして自分の 一人で行こうということで、えー、やっておりますその方法を今からちょっと示したいというふうに思いますしないを持つ重いものを持つであるいは相手がいるから相手を打ちたくなって、えー、足をついつい引きつけてしまいますので、えー、実践方法とすれば自分一人でしないを持たずに、えー、手だけで構えてで面を打つ その小手面を打つ小手面を打つ,面を打つ,面を打つそういうふうな目標のない目標のない、えー、打突をやって体ばきをやってさばきをやって,さばきをやってそしてそれを自分のものにするということでまずそれを何回も何回も繰り返してやることこれが大事だと思います。その時も必ず 左足を必ずそのまま行くそのまま行くこれを必ず意識してやってください剣道の稽古の方法で先ほどしないを持たずにやるというのが正しいかどうかは別にしましても、えー、左足を意識して体勢を崩さずにやるというのは先ほどのは効果があるんじゃないかなというふうに思いますで次の段階ととなると今度はしないを持つ やり方は一緒です相手のがいない近い,近い人をそのまま自分の体が出るだけの範囲内で結構ですので無理をせずにポイントは先ほど言ったような左足を引きつけないそのまま行く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 これを何度も何度も繰り返すことによって 体制ができていくというふうなことだと思いますので是非まずしないを持たない次はしないを持ってやるという一人稽古をやっていけば効果が上がるんじゃないかなと思いますし相手がいないだけでもでない,い,いないだけの稽古も寂しいと思いますので想定として鏡の前でやるそういったことも効果があるんじゃないかなというふうな ことでやっておりますその時もやっぱり目線を自分と同じ身長のものが前におるということを想定してで目線を外さない胸椎を意識する尾椎骨を意識するそういった体幹が崩れないということを意識してなおかつ左足が、えー、を引きつけないその体幹の崩れこれを防止する効果的な稽古法じゃないかなというふうに思いますのでぜひ 実践していただきたいと思います先ほどから左足の引き付けこれをできるだけやらないそれは基本中の基本だと思いますそれは どういう表現かというと相手に今から私は打ちますよあなたを打突しますよという動作をまずなくすということそのためにはどうするかあの私は以前警察学校で剣道の教官をやってましたけどもその時に大人から剣道を始める人に対して指導してましたそれを皆さんにちょっと示したいと思います。それは まず振りかぶり右足を上げるしないも上げるそして左足に重,重心を乗せてでそのまま打倒をするというふうな動作を繰り返し繰り返しやってましただから最初はしないを持たずに振りかぶって振りかぶってこの動作を何度も何度もやって。 そしてその後すり足をやるでその中で今度はしないを持つしないを持って同時に足としないを振り上げるただ注意しなければいけないのはその時に足の腹が見えないとか細かい部分はありますけどもまず左足に重心を乗せてそのままいくということをやってほしいと思いますこれも、えー、相手がいませんので。 そんな飛ぶ必要もありませんので割と身につきやすいというふうな気がしますのでぜひ実践してほしいと思います。先ほど左足のことを言いましたで体幹が崩れないその一つのやり方を今から防具をつけた相手に対してやる方法をちょっとえ皆さんにお話をしたいと思います。まずはもう、えー 近間どころの話じゃないもう相手に手だけで届くというふうな位置まで入ってそして打つ打つこの体勢を作るその時も当然左足は引きつけずに打つとですからもうめっ近い前これは左足を右足の後ろに持ってきてもらってもいいしそのまま ででもいいです今度はあと2 0センチ後ろに下がって面になりますで今度はまあ3段階に分けるとするならば次は一足一投の前から行くというふうな打ち方をして最終的に。 体幹が崩れずに体勢が崩れずに左足が引きつけずに打てるという体勢を作るという方法は1段階2段階3段階近間から中間の間一足一踏の間にな,れば、えー、なってやればいいんじゃないかなと思います。